はい、どうもルシレスプロスピエースやっていきます。さあ、ということでね、今回は前回、鬼企画として、枠を立てていた6者連続ホームランの、罰ゲームの方の動画になります。まあ、前回やったね、鬼企画6者連続ホームランなんですけども、まあ、知らない人に説明すると、6人連続ホームランを狙うっていう企画やったんですけども、まあ、その結果2者連続ホームランが最高という記録になりました。その罰ゲームなんですけども、その罰ゲームの内容がね、これ罰ゲームなんかなっていうのね、ちょっと不安になりまして、ちょっと一回相談したんですよ、友達に。で、友達に相談したら、ああ、まあ別にいいんじゃないということで、これで行こうと思っておりました。さあ、ということで今回の罰ゲームの内容なんですけども、今回の罰ゲームは連続ホームラン打てなかった打者かける1枚のギフトコードをプレゼントいたします。記録的に6者連続ホームラン狙ってたんですけども、2者連続ホームランってことで、その後4人打ててなかったということで、今回俺の負担する額は4万円です。 1×4 万円ということで、1人1万円ということで、4人の方にプレゼントしようかなと思います。この応募方法なんですけども、 Twitter の DM で今回この鬼企画何枠かはさせてもらったんですけども、まあ、パート1からパート5か6までのファイナルがあるんですけども、まあ、印象に残った場面や、まあ、面白かったり、まあ、何しゃねんっていうプレイでもいいんですけども、そういうプレイをね、パート何々の何分何秒からですとか言ってもらえると僕としては嬉しいし、しっかり見てくれたんやなっていうのが伝わってくるんで、それで、応募完了とさせていただきます。まあ、もしね、ツイッターなどやってない方、僕の視聴者の方でいると思うんですけども、その方にはちょっとどうしようかちょっと迷ってるんですよね。せっかく見ていただいたので、まあ何かしらね、ちょっとそういう権利を得られるね、機会を設けたいんですけども、ちょっともう誰かっていうのはね、俺ちょっと分かってるんで、まあ、その人に向けて言うとね、ちょっと申し訳ないですけども、本当にツイッターのアカウント作っていただけると、はい、助かります。俺のツイッターのアカウントなんですけども、この動画の概要欄にも貼っておりますし、チャンネルの概要のところにも貼っております。ただただ応募しますだけやったら、もう俺はちょっと今回入れません。やっぱそれはね、今回配信来ていただいた方に、まあ、そうやって俺は返したいなと思ってるんで、そういう感じで今回の応募条件はいきたいと思います。またよろしければね、なんか質問などがあれば、この動画のコメントだったり、ツイッターの方で何か言っていただけると助かります。まあ、これをね、イチロー選手の登場の時に、まあ、できればよかったんですけども、ちょっと僕のね、プライベートの方の都合がね、いろいろドタバタしてたので、ちょっとそれはね、遅れてしまい、本当に申し訳ございません。ちなみに、1万円の課金をすると、760個のエナジーがもらえます。だからこのプロスピで言うと、10連を3回引けるっていう感じですね。締め切りは、この動画出てから1週間にします。1週間後の23時59分まで、日変わるまでですね。はい、ということでちょっと振り返りしましょう。応募条件は、まあ、とりあえずツイッターのアカウント作ってないという方はツイッターのアカウント作ってください。で、 DM でパート何々のどこどこが印象的でしたっていうのを DM で送ってください。あとね、 iTunes か Google Play か Amazon のギフトカード、これ3種類の中からお一つお選びください。これで応募が完了というさせていただきます。応募完了した場合は、俺から受付完了しましたっていうのを DM で送らせていただきます。で、当選した方にはその後しっかり送っていきますんで、よろしくお願いいたします。まあ、別にこれどちらでもいいです。よろしければナンバー伏せてもらえたっていうのを Twitter でツイートしていただけると助かります。これはもう本当に証明にもなるし、で、俺も見たらまあ嬉しいし、しっかり届いたいなっていうのが分かりますし、まあどちらでも大丈夫ですけども、よろしければお願いいたします。はい、ということで今回の動画はこれで終わろうと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。それではまた配信や次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。